キャンプ部したいと思います。今日はね岐阜なんですけど、こうすることで、はい、雪なんてありませんよ溶けましたよ、もう溶けちゃった。もうこれもう降らん、はい、この後は全然もう枯れ葉しかないですよ枯れ葉いやもう枯れ葉しかない。まあまあ楽ってことですか。わわわ、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました、本日ウィームキャンプ部行きたいと思います。今日はね岐阜なんですけど、まだ雪がね降ってるっぽいんで、持っていくものでね紹介したいものがあるんで家から回しております。まあ、準備編じゃないですけど、ご覧いただきたいと思います。いつもの上着とこれも家から持っていくボックス、三脚でしょ。ここまでいつもと一緒なんですけど、下のこのボックスご覧ください。これね今日初めて持って行って使ってみるんだけど、活躍するかな、どうかな。普通のボックスに見えるでしょ、なんですが、これでいいのかな。まだね使い方がいまいち分かってない。これクローズか、こうか、片手で開けるの無理な。こういけたいけたいけた、こういうまあ蓋がある、普通のボックスなんですけど、要するにあの畳めるやつですね。そこで買ったやつに似てる。それだけじゃないんですよ皆さん。なんとこれ蓋したままこうすることで、はっはっ、あい、サイドが開くんですね。こっち面とここ開きません。こっちも開かない、こっちも開きます。要するに開く方向が2つあるということですね。よいしょ、はい、でここから物を取り出すことができるんですよ。要するにですね、この蓋を開けずともですね、横から物を取り出せるので、ここに何か荷物を置きながら、足りないものはここから取り出すことができるっていうボックスです。これをまあ、今日持って行ってみるんだけど、まあ今日はキャンプですから、何の活躍もせず終わる可能性もあります。はい、そんなところですね。よし、雪中行くか。はい、タガインターにやってまいりまして、今ね車内に後ろにいるんですけども、プラスアルファで持ってきたものがありまして、こういうのですね、だったり使わんといかんだろうと。はい、覚えてらっしゃいますかこれもねちゃんと使っていこうということで、おいで、今日はですね車中泊の予定ではあるんです。まあ、電気毛布積んであるんですけど、これの電源ケーブルがですね倉庫の中にあったということを思い出して、急遽助かった。これないとやばかったですね。とかあとなんだろうな、あと炭とかなんかその辺のやつをこのコストコバッグの中に入れて持ってきたぐらいですかね。そんなもんでさあな。ただね残念ながらですね、関係ないですよ、もうすげえ個人的な残念ながらのお知らせなんですけど、ちょっとやっぱやってないとこうなっちゃうよなっていうことでね、ご覧ください。やばい、 11% しかねえんだこれ。今から走りながら充電したとてそんなにたまらんからね。もうちょっとね給電の能力がもうちょっと高ければいいんですけど、車の中のでも限界があるということで、もしかしたら今回は回路に頼ることになるかもしれないです。それでは今ちょっとタガですかね、タガインターチェンジサービスエリア言い方間違えるとね怒られちゃうからね。はい、まあそんなところに今いるところでございます。ちょうど1時間半ぐらい走ったとかな。でこっからまた1時間半走ればもう着いちゃうんでね、そろそろ雪景色になるんじゃないかと思うんですが、まだ外は雪じゃございません。それでは行きましょう。はい、行こうかと思ったんだけど見てくれ、まだね時間があるんで詰め替えてみた。何が入ってるかっていうと、ホットケーキのやつとかお味噌汁、コンソメとか、これごま油ですね。ごま油と味塩とポン酢と醤油と、まあ大体揃ってる感じ。まあ最悪米もここにありますからね、全部あの新しいやつです。でここにコーヒーの粒とか油を使った時のための油固めるやつとかがここに入っております。でこれをこのまま、ちょっと待ってね、閉じて横にするとちょっと怖いけど、この辺にでもはめといて、よいしょ。まあてかここの箱にちょうど高さ的に入ればよかったんですけどね、それができないから、はい、まあまあまあそれは今日行っていろいろ考えましょう。はい、内津峠なるサービスエリアに、なるでございます。あとね20分ぐらいで到着なんですけど、よいしょ。道中こう脇道に雪が積もってたりはしましたけど、ほぼ雪降らずな感じですね。時期的に、もうあとね、あとそんなに寒くないし行けそうな感じはするが、もうねやっぱ行きしなでだいたいね今日の夜どんなもんかなって予想しながら行くんでね。はい、あれ髪型？いや変えましたよ。切ったというか下ろしたって感じですね。なるほどね。ということで合流しました。こんにちは。本日はよろしくお願いします。小宮山付近のコンビニで集合したんですが、大体なんか20分ぐらい遅れるってことだったんで、ちょっと今ここでステイしてるんですね。特に準備編とはいえ何も準備するものがなかったので、あとはそうですね、雪が積もってるかどうかだね。と道中一切雪降ってなかったんで、雪なんてありませんよ溶けましたよ、もう溶けちゃった。もうこれもう降らん、はい、この後は全然もう枯れ葉しかないですよ枯れ葉でも枯れ葉しかない。まあまあ楽ってことですか。そうですね、ね、よかったよかった、平和なキャンプになるということですね。涼しいぐらいの感じですか。
ね、ああいいですねいいですね。じゃあ待ちましょう。おにゅう。飛んでる。おつでーす。あ、これレアベスト。イエス。でしょ。はい。片付けることができます。テスト中ですまだ。なるほど。改良がされる。はい。買い物行きますか。行きますか。さて、今からですね、富山の方へ向かう途中でございますが、今ね、買い出しを済んだところでございます。ね、今日はもう、やってる最中はもうメガネかけないので、このメガネはね、大事なやつなんですよ。大事なやつって、いいやつなんで、車内だけかけてます。で、しんどくなっちゃうんですね、これずっとつけてるとね。だから、こうやってぶら下げれるようになって、どうでもいいですね。ということでね、向かって向こうでいろいろとやりたいと思っております。さっきもちょっと、一瞬映ったと思いますけども、いいベスト作ってるんですよ、大統領が。これいいなと。狙っていきますよ。はい、ありがとうございました。うーん、行ってきます。はい、小宮山といえば小宮山デッドロードに突入。今、小宮さんがオープンしてくれております。よいしょ、スタート。雪は積もっておりません。もう溶けておりますね。ほぼほぼ落ち葉になっております。さあ、この揺れを、揺れと音をお楽しみください。わあ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 、おおおおおお、よいしょー。はい、前方をご覧ください。おおおお、小宮山のこの険しそう。前はこうやって撮ってなかったから、すげえ四駆で走ってるんで、まあ、特に問題はないんですけど、まあ道がね、あるようでない、ないようである、そんな、場所でございます。本当に四駆のね、力をね、最大限に生かして、うん、これでも雪積もってたら結構やばかったんじゃないかってことあるんでね、まあ、結果良かったのかなと思いますが、到着。うわー、到着。小宮山ナウでございます。皆さんもね、撮影されております。すげー、ここを傘していい感じです。相手先が見つかりませんって共有可能。はい、ということでね、今日はこちらでやんわりとやっていきましょうか。一応ね、2回目なんですけど、前は何にしたかな、前も多分車中泊した気するんですけど、今日もちょっと車中泊しようかな。それはちょっと考えたいと思います。さあ、皆さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山2回目ですが、はい、ここはウム鍋開始初めての場所ですよね。はい、ウム鍋の始まりの地、ね、始まりの地ですよね、はい、今日もだから私担当でちょっといじめたいと思いますので、はい、そちらも楽しみにしておいてください。いじめたいはダメよ。あ、そうか、ダメか、ダメか、ダメか。ということで、次は設営編からでお会いいたしましょう、はい、皆様の動画概要欄にございますので、ぜひご覧ください。お願いします。ほな